J-WAVE ラジオドーナツここからの時間は「東京東京フェスティバルクリエイティブファイル」2020年を盛り上げるさまざまな文化プログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していきます今週は「野田秀樹作野上絹代演出」の舞台。 カノンに注目しますはいこちら野上絹代さんが2015年に演劇系大学共同制作という企画でこの作品を演出しそれを見た野田さんご本人からの希望で東京芸術劇場の企画に加わり5年ぶりのの再演が実現したものですはい本日スタジオにはですねこの舞台「カノン」にヒロイン役で出演する女優 佐藤穂波さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいいします佐藤で穂波です佐藤穂波さんとしては初対面なんですけど、はい、そうですね初めまして初めましてなんですけど <laughs>、はい、以前、はい、ゲスの極み乙女の穂内子香さんとしてこのスタジオに来ていただいたことがありますよね、はい、結構前ですよね結構前です <laughs> デビューの頃だと思います。そうですよね。本当に七年ぐらい前だと思います。そうですよ。まだキャラが定まってないし、よく覚えてるじゃないですか。本当に失礼をいたしますいや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 、そうなんですよ。皆さん、お綺麗に並んでやってね。はいね。え、今回えこのですね。カノンね野田さんと野上美紀乃さんというね大変なお二人の舞台でございますけれども、オーディションなんですよね。はい、もう全員。 オーディションであのオーディション声、はい、の,の舞台のオーディションでどんな感じで進むんですかでもやっぱり野上さんが本当にあに、のー、親近感があるというか、うん、明るい方なのでなんかみんなもう一丸となってやってるっていう感じで。ーオーディション自体がもうそういう雰囲気なんですかです、ね、やっぱりセリフとか ゆったりと、と然当たり前ですけど、するんすね、そうですね、あの好きなセリフを一つ決めて、一<う>人一人,人が。<ー>で、ポーズを取って。うんうん その一言をポーズで決めて言えっていうオーディションがあって動きをちゃんとつけてああなるほどなるほどへえすねその場で言われるからその場で考えなきゃいけないわけですよ考えてもうんかちょっと練習時間みたいなの与えられるんですけど練習みたいなこのポーズで言葉で練習というオーディションを経てですね今回のご出演でございますけれどもじゃあこの「カノン」ちょっと内容ね 伺いたいたんんんでですがどななお話なんでしょうか、はい、あの盗賊団がおりまして天ぷら版あ一慶さん演じられる天ぷら版ね、はい、の屋敷にある自由というものを盗みに盗賊が行くんですが<う>、まあ、そこを通じて太郎っていう、まあ、少年で青年か、うん、であったり、まあ、シャキンという私が演じるシャキンという役であったり、はいまあ、一人一人がちょっと。 人間としてて結構変わっいくものう野田さんの作品なので「あさま山荘」であったり結構いろんな事件が盛り込まれてるんですけど人間模様がちょっと結構変わっていく話なので面白い。でオーディションでは野上さんとても明るい方で楽しかったとおっしゃってましたけどどうですか実際のお稽古はどんなふうに進んでますか野上さんが 借金に対してのものを言うときにすごいなんかあの貴族みたいな喋り方するんですよなんとかなんとかんって言ってみたいなちょっとなんかあのいわゆる高貴な人がこう喋るんじゃないかみたいな何をちょっと想像されてるのかわからないんですけど <laughs> <ー>その喋り方がやっぱりセクシーなんで <laughs> 可愛いなと思って。ちょっと真似します。ちょっと真似して。役作り中。で、まさにね、お稽古ですよね。はい、稽古中。稽古中で。はい。三月二日から十五日。舞台の経験はね、もうあるとしてもですね。どう。うん、でも、まあ、どうですかね、この。二日から三月か十五日、まあ、長いですよね、舞台ってやっぱりね。そうですね。初めてやっぱり二週間ぐらいの舞台をわらせていただくので。 大丈夫かなと思います今もうちょっと声ガラガラしてるんですけど <laughs> でも体力はねもう大丈夫ですよねこういろいろ本番っていうことはいろいろこなしてきてるわけですからねそうなんですかね。う <laughs> どうですか先,先輩方もたくさんいらっしゃいますよね渡辺一慶さんもいらっしゃいますし佐藤さんのその出会い はい、佐藤さん、佐藤正久さんはね、うん、あの母本舗の、えーえー、前の座長でございますけれども、私よく知り合いなんで、すそうなんですよ。う年もほぼ一緒で、あ、そうなんですか。私が一個下なんですけど、あ、佐藤さんの方が、佐藤さんが一個上、へえ<ー>でしょ。<laughs> まあそれはいい、それはいいんですが、どうですかその役者さんとのこう交流みたいなものは。 あの稽古始まる前に野上さんが、うん、あのワークショップを開いてくれていて、はい、で11月から週1ぐらいでワークショップをやっていたんですけどそこに、まあ、みんな結構参加していてあだ名で呼び合うっていうゲームとかをしていたのでもう本当にみんな仲いいですね。おえ佐藤さんのはは何さっさんですかね自分は何か

演出家のことも舞台というとなんかバチバチでもうなんかガンガンにやられるっていう感じのイメージがちょっとあったりするんですけど <laughs> ちょっと古いっていうか<ー>の誰のこと言ってんだってちょっと思いますけど <laughs> 勝手なイメージですが <laughs> うんあのだからそういうワークショップがあったりとかしてすごくその一つの芝居を作るっていうことのさらに先にあるものも見えたりしますよねきっとねその女優さんとしてっていうかそうですねやっぱり今回の、まあ 今作っていて、うん、でまあ多分すごくいいものになると思うんですが「帰ってこい」って絹代さんから野上さんから言っていただいたのは、うん、まだ終わってないのに、はい、<laughs> また野上組で一緒にやりやりたいなっていうふうにお話をしてもらって、うん、で私も完全にやりたいので、うん、野上さんと今の。 ね、あのキャストの人たちスタッフの方たちもそうですけどやっぱりまたやりたいな まだ終わってないのにねすごいですね <laughs> まだ終わってないのに <laughs> でもそれぐらい充実してうまくいってるってことですよね,う,すねうまくいきたいですねはい <laughs>、はい、ということで今日ご紹介したカノン3月2日月曜日から3月15日日曜日まで東京芸術劇場のシアターイーストで上演されます当日券は各回とも、えー、開演1時間前から発売します当日券はねはい、はい えー、詳しくは東京芸術劇場の公式サイトをご覧ください。はい、ということで今日は加納にご出演、佐藤ほなみさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。あり,ありがとうございました。